はい、ハリウッドでーす。セゴードンドン、さっきからリベンジして、一応ここから進めました。ちょっとメンバーを変えて、敵が分裂してくるんで、まあ、風水指令の地形で敵をやっつけていく方がいいんじゃないかって思ってるんですけど、こんな形でドラゴンゾンビが出てこられるとかなり辛いんですよね。一応ここまで来ててやってるんですけど、こうやってかまいたちが自分に帰ってくる確率が意外と結構高いんで、こんな感じですね。で、攻撃もすごい高いんで、で、かまいたちも下手したらちょっとしかダメージも与えないぞってなってるんで、どうしても長期戦になりがちっていうところになってるんで、このチーム編成が本当に正しいのかっていうのは正直かなり疑問なんですけど、まあ、一応ここまで一応来れてるんですけど、ちょっとひどいな。地形の自虐がさすがにもうこいつは防御やろ。そっちに行かないでほしいんですけどね。ぶれないでほしいんだけど。ああ、ここのダンジョンは相当難しいってやっぱ思ってるんで、うまく、この、僕の中で最強ジョブって思ってる風水師で、ガンガン押し切るっていう風にしたいんですけど、どうしてもかまいたちだと、自分に返ってくる可能性あるプラス敵一体にしかダメージを与えることができないんで、こういうことになるんですよね。ただ広場同士さえ生きていれば何回でもやり直せるんで、映像をかけてここがまあで、あと宿屋も近いんで地道にちょいちょいやっていくって感じですかね。うぅ、効率悪いな。ここまではかなり順調で、風水師かなりありだなと思ったんですけど、いや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 、効率の悪さにちょっと引いとりますわ。減ると楽なんだけどな。L 二刀流は通常打撃でいきましょうか。キーマーチャンス。あ、自らを追い込まれていく。自らが自らを追い込んでいくっていう謎行為。キーマー解除。よし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 、効率悪いなこれ。これも今回もというか、レベル上げ会かな。うーわ、強えな。熟練度上げながら、ドラゴンゾンビ2体並べちゃダメだよ。僕が言いたいのは。うわぁ、ちょっと今リスク消灯しよったな。うまくはまればかまいたちとかも相当強いんですけどね。フェしてもな、ロッツしてもあんま意味ないしな、配列も意味ないし、コンフェとかしてみます。余裕があるから意外と乱コンするかもしれない。おーしよしよしよし、
コーン。全然意味ね。期待持たした。期待持たされた。おお。今寝たばっかなのに、またツヤーしないか、ツヤーしに行かないといけないかもしれんですね。ないと、一人ないといてもいいのかもな。みんな風水師だと、一人ないとにしようかな。結局怖いのは分裂組と、怖いのが分裂組とか、あとは、人を呼ぶ組ね。仲間を。あそこら辺が怖いだけな、怖い対策で、風水師を並べたんですけど、まあ、そこが大丈夫なら、一枚ナイトに変えてもいいかもしんないですね。で、ナイトはかばうか防御しときゃいいんで、そうしよっかな。今ヒーマーなんで、こっちがダメージ食らうことはないから。よしよし。行っちゃう上をナイトにしましょうか。行っちゃう上を、全然相手の防具とかもないんですよ。行っちゃう上をナイトにして、で、ナイトの装備は最高にあるんで、ダブルディフェンダーしたら、相当攻撃力も上がるし、で、分裂してくる敵がいたときは、基本防御して周りを守るっていうようなスタイルにすれば、いいんじゃないですかね。あとはもう、あとは基本の、地形でできる限り削るで、まあ、逃げる。まあ、どうなんかな。ちょっと怪しいチーム編成ではあることは間違いないんですけど、まあ、これで、行きましょうか。まあ、全滅は避けたいんで、全滅しないようなチーム編成で行きたいんですよね。できたら。出ます。あ、マニュ、あ、こいつら増殖するんで、あーもうこれは逃げる一択だけど、風水師は確か逃げれないで、逃げれないんすよね、確か。まあやるだけやりましょうか。地形でかまいたちだけじゃなくて、地震とか、全体攻撃があるような地形効果をしていただいたらいいんですけど、ちょっとそれが苦しいのかな。ガンガン増殖されたら、またいつものやばいパターンに引き込まれるんで、うわー、こうなりますよね。うーもうですよね。さっきもこうだったんで、そこの解消がうまくできてないからな。風水師でかまいたちしかいけないから、いいんですけど、かまいたちも全体攻撃を受けさすことはもうちょっと難しいのかな。コンフィュー行きましょうか。困ったらコンフィュー。
よしよし。ナイトは相当強いっすからね。だけど増殖されるからな。コンフィュ。コンフィュ待ち。コンフィュあるよ。よし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 。ランコンめっちゃしたから、その間に逃げるでしょう。オッケーオッケー、強い強い。この隙で逃げるでしょう。真空かまいたち。逃げれないか。オッケーオッケーオッケー。コンフィュ、あー逃げれないのか、やっぱり。逃げれないから、やっぱりコンフィュ活用。普通に、なんか、うわ、強えな、めちゃめちゃ。真空かまいたち。コンフィュ。コンフィが強えな。聖剣のやつが、元気なやつが、いいね。だけども、ガンガンコンフィ。どうせここのゾーンは使うことがないんで、ガンガンコンフィュ、あれ？だ、後に戻るですよ。もともと敵6体だったのに、フィーマー、コンフィュ&フィーマー、いやー、コンフィュフィーマーっすよ。KR ラで戦う。強いんすよね。強い上に、強いのに増殖するっていう謎行為をしてくるんで、風水師まみれは良くないな。風水師死にたい。ダメなのかな。ナイトは相当有能。あとコンフィュで押すってのも意外とありだとは思うんですけど、コンフィュで押すはありだと思うんだけどな。だけどレベル上げたいから起こす。かまいたちしか地形が使えないんで、全体攻撃がかかるかまいたちを使えば一番いいんですけど、どうなってるかがわからんすからね、今、あれ？レイズって 100% うまくいくわけじゃないの？よしよしよし。あれ？リアルだ。あーうつー。あーうつー。どうせいつのこれは。でも、もう意味ないしな。スロットしてもな。プロテスって全体にできるわけでもないしな。一応プロテスか。OK。コンフィュ戦法はかなりありだなと思ったんすけど、開いた瞬間にすぐ枠埋められるんすよ。じゃあ、
つえ。逃げるか。逃げる防御。ここまで来たけど。で、プロテスしてるから。プロテスコンフューしてるから。逃げるとしたら今がチャンスなんだけど、全然逃がしてくれないから。またこれ。うーわ、プロテス意味ねえ。うーわー、チームで戦力が悪いのかな。逃げれないよね、どうせ。またっすわ。うーわー。どうすればいいの、これは。いやーもうこれまた絶対やられますわ。難しすぎじゃない？ファイナルファンタジー3。一応対策取ってここまで来たんすけど、その増殖を防ぐ術がわかんないっていうのと、あとまあ多分メンバーは悪くないから、メンバーは悪くないから、あとはこのメンバーをもうちょっと強くするってとこなのかな。これで言ってやられて、えらい目にあったんで、ちょっとレベル上げかな、やっぱり。風水師の町みたいなのありましたよね。風水師の町。ほら、変ってどうなんもない。ここ風水師の町見つけて、やっぱ風水師を鍛えるっていうのが一番だと思うんで、あと多分熟練度が低すぎるんで、かまいたちしか、使えないってことだと思ってるんすよね。どこや？ここは？ここは多分最終飛空艇じゃないといけませんよってことでしょうね。中からも攻め込めませんよなんで、カッチカチなんで。ここ風水師なかったっすよね。どこでしたっけ、風水師が、の、いろんなの売ってる。まさに風水師の街みたいのがあったんすよ。いやー、たどり着けるかな。なんか変なとこにあったんすよね。変なとこというか、いや、ここ普通気づける会みたいなとこだった気がすんすよね。ここは一体、だよなぁ。壊ちゃうなぁ。ちょっと風水師鍛えるタイムですわ。ただ風水師鍛えたいから、風水師を鍛えたいから、ここら辺、ここの町だったなぁ。結構竜騎士の、街だから風水師のアイテムが売ってる場所じゃなかった気がするんですよね。なんか変な、微妙な街ところな、なんかこう、孤島みたいなとこだった気がするんですよ。こんな感じの孤島みたいなところにあったとこだった気がするんで、風水師の街は。で、ちょっとレベル上げしていきたいっすね。レベル上げなのか、熟練度上げなのかわかんないですけど、そこを、ちょっと頑張ろうかな。そっか、頑張らんと、どうしようもない。いやー、ここはま、さっきのとか魔法の街だし、ここは違うし、いやー、
迷宮入りですわ。コナン君状態。迷宮なしの名探偵じゃないよ。迷宮なしの名探偵になれない。なりたいけど。何も打って、ここ何も打ってないんすよ。どこだどこだどこだ。あー、このまたグダグダ動画になってもしょうがないんで、一回切って揃えた状態で臨んだ方が良さそうっすね。一回動画切らせていただきます。もう負けっぱなしなんで、やり直しまくりなんで、もうちょっと次はちゃんとやって頑張りたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございます。次頑張ります。バイバイ。